気配。友人の話。怖がりのくせに怖い話が好きなやつなんだが、そいつがある夜、怪談の本を読んでいた。半分ほど読み終わった頃、気がつけば夜中の2時を過ぎる頃だった。まあでも、その時は連休中で、早起きをする必要もないし、続きも読んでしまおうと、本に目を落としかけたとき、ふと気がついた。そいつの部屋には、窓には障子がついているんだが、それが半分ほど開いている。それが妙に気になって仕方がない。今にもその隙間から、何かが覗いてきそうな、そんな予感めいた気持ちになってくる。締めに行くのもなんだか怖いが、このまま本を読み進めるのももっと怖い。しばし迷った後、意を決して障子の取っ手に手をかけた。その瞬間、窓枠の下から、にゅっと青い顔がせり出してきて、少し遅かったな、とつぶやいた。追悼参考。父さんから聞いた話で、30年くらい前の出来事です。父さんの友人の M さんという方が病死しました。35歳の若さだったそうです。山岳部の中でも父さんと M さんともう一人の友人が特に気の合う中で、しょっちゅう三人で山に出かけていました。四十九日の法要が終わった後、父さんとその友人との間で、M さんの追悼のため、久しぶりに山に登ろうという話になりました。お互いにもう何年も登山からは遠ざかっていたんですけど、学生時代に登ったのと同じ日程で同じコースをたどることにしました。思うように体が動いてくれず、ようやくのことで谷奥の山小屋にたどり着いて、夕食を終えると片付けをする気力もなく、すぐ寝袋に潜り込みました。枕元のろうそくを消して、父さんがうつらうつらし始めたとき、誰かが登ってきはしないか、と友人が言いました。耳を澄ますと、確かに足音が聞こえた気がしたんですけど、すぐに近くの沢の音に紛れて、聞こえなくなってしまいました。気のせいだね。友人はそう言うと、仰向けに戻り、すぐにすやすやと寝息を立て始めたのですが、父さんの方は、眠る間合いを、外されてしまった気分で、目を閉じたままじっとしていました。その時、今度は間違いなく、近づいてくる足音が聞こえました。入り口の扉の前でしばらく立ち止まると、小屋の裏手の水場の方へと歩いていきます。他のパーティーの者とは、みだりに親しくしないのが、登山者の心得なんですけど、こういった場合には、遅れて着いた者は、見ず知らずの同宿者から、それとはない歓迎を受けるものだそうです。
たまたま目を覚ましたからという顔で消えた火をもう一度焚いてやったり、夕食の残りを温めてやったりします。父さんは枕元のろうそくに火を灯すと、友人を起こさないようにそっと寝袋から抜け出しました。足音は裏手に回ると、水を使う音を立てるでもなく、そのまま小屋の反対側から入り口の方へと戻ってきました。そしてまた扉の前でしばらくためらった後、再び裏手の方へと歩き出します。ゆっくりとした足取りで小屋の周りをめぐって、三度目に扉の前に立ち止まったその時、おい、M なんだろ？何してるんだ？早く入れよ。なあ。眠っていたはずの友人が、少しも寝ぼけたところのない、はっきりとした声で、死んだ M の名前を呼びました。一瞬の間を空けて、小屋から遠ざかる足音が聞こえました。父さんは靴も履かずに小屋から飛び出しました。月の明るい夜でしたが、人影一つ見えず、足音も聞こえません。小屋に戻ると、友人は寝息を立ててぐっすりと眠っていました。翌朝、それとなく聞き正してみたんですけど、友人はどうやら何も覚えてはいない様子でした。夢も見なかった、そう答えたそうです。白い顔。これは 1K のアパートで一人暮らしをしている、ごく普通の女子大生の話。私は、部屋の隙間という隙間が嫌いだ。ドアとか襖、カーテンも隙間が空いていると、すぐに閉めるようにしている。なぜかといえば、私の目に映る隙間という空間には、白い顔が存在するからだ。白い顔はいつも私を見ているような気がする。もし白い顔を見てしまったときは、すぐに目をそらすようにしている。隙間を見ると、いつも何かが見えるような気がしてならない。そんな暗示にかかりやすい私は、何度も嫌というほど部屋で白い顔を見てきた。ある日のこと、突然ブレーカーが落ち停電になった。暗くて何も見えない。パソコンと炊飯器しかつけていないのに、と一瞬パニックになりかけた私だったが、すぐ冷静になり、携帯のライトをつけようと携帯を探した。だが携帯が見つからない。仕方がないので手探りで懐中電灯を探す。暗闇に目が少し慣れ始めた頃、ようやく普段は滅多に使わない懐中電灯を見つけて、鏡の下に置いてある懐中電灯を手に取った。そして私は何気なしに鏡を見つめた。鏡は明かりが消えたいつもの私の部屋を映し出していた。しかし私は気がついた。台所に違和感がある。そこには
これまで隙間にしか現れなかったはずの、あの白い顔がいた。返事。私は、一緒に住んでいる彼氏とドライブをするのが趣味です。何か見えるかな、程度の軽い気持ちで、心霊スポット巡りというか、山とか田舎にドライブに行っていました。その日も、山をドライブして家に帰ってきて、さあ寝ようと、先に2階の部屋で、一人布団に入っていました。寝っ転がりながらゲームをしていると、一階から彼氏の声で、〇〇と私の名前を呼ぶのが聞こえました。結構大きな声で、その声がした瞬間に、心臓が潰れそうなほどドキッとして、言いようのない恐怖が襲ってきました。確かに彼氏の声に似ていたけれど、何かが違う。その声に返事をしてはいけない。そんな気がして、ドキドキしたまま黙っていました。その声は、私の名前を二度ほど呼んだ後、何かをブツブツ言いながら、玄関の方に移動していきました。次の日、昨日帰ってからのことを彼氏に聞いてみました。昨日の夜さ、帰ってから私のことを呼んだ？返事は当然、呼んでいない。彼氏は寝る前にトイレに行くのが癖で、昨日の晩も私が2階に上がってからトイレに入っていたらしい。結構大きな声で呼ばれたんだけど、聞こえなかった？とも聞いてみたんだけど、やっぱり返事は聞こえていない。本当にゾッとしました。もしもあの声に返事をしてしまっていたら、私はどうなっていたんでしょうか。